で、こんな感じでかなりマニアックな編集も可能になります。今回はマトリックスについて解説していこうと思います。まあ、今までの動画の中でもマトリックスの機能を使ってるんですけど、モジュレーションマトリックスっていう機能で、でモジュレーションマトリックスっていうのはモジュラーシンセサイザーのパッチングによる変調を内部で行うっていう感じの機能です。ミニフリークだと左側にこのマトリックスがあるんですけど、まあ、ここで内部でパッチングすることによって複雑な変調の効果を生み出すことが可能です。でモジュレーションのソースっていうのはソース変調するための各機能とディスティネーション変調されるパラメータを選択してアマウント変調の量を設定するっていう流れです。でミニフリークは7つのモジュレーションソースがあります。サイクリングエンベロープ、エンベロープ、 LFO1 と2で、ベロシティアフタータッチで、ホイールで、キーボードで、ディスティネーションも7つのパラメーターがあります。ピッチの1と2、ウェーブ1、ティンバー1、カットオフで、割り当てが可能なアサインの1から3の7つですね。でアサインの機能はこのピッチ、ウェーブ1、ティンバー1、カットオフ、これ以外の割り当てが可能です。でやり方は簡単で、アサインのボタンを押しながら変調したいパラメーターを動かすだけです。じゃあオシレーター1のシェイプがないんで、オシレーター1のシェイプを割り当てします。でシェイプ1になったんで、マトリックスの白いつまみを押します。でマトリックスのこの白いつまみはプッシュ式になってるんで、で押してアマウントを点灯させるとアマウントの設定が可能です。でアマウントを点灯してないときは移動することが可能です。でアサイン1に設定したシェイプの値を上げていきます。で今サイクリングエンベロープでやったんですけど、これちょっと LFO でやってみます。でマトリックスボタン長押しするとアマウント0にすることが可能です。じゃあソースが LFO1 で、ディストネーションがアサイン1、シェイプですね。で値を上げていきます。でこのベーシックウェーブのシェイプはサブオシレーターなんで、サブオシレーターが変調している状態です。じゃあウェーブをホイールで変調してみようと思います。まあ、こんな感じで自由に割り当てが可能です。で面白いのはタイプ、オシレーターの種類も変調することが可能です。ではアサイン2にタイプを割り当てします。まあ、こんな感じでオシレーターのタイプを切り替えるっていうことも可能です。
で、LFO で周期的に自動で変調することも可能です。こんな感じでかなりマニアックな編集が可能になります。で、つまみがないパラメータはアサインをしながらプリセットエディットのつまみを回すと各パラメータにアクセスできます。ユニゾンのこのパラメーターも変調することが可能です。で、今3つのパラメーター割り当てしたんですけど、ミニフリークではこれを3ページ使えるんで最大9個の割り当てが可能になります。で、今1ページのとこ点灯してるんでシフトをしながら2ページ目にします。で、こうするとまた3つ割り当てが可能になります。で、さらにこれ3ページあるんで最大9個のアサインが可能になります。で、エフェクトのパラメータなんかも割り当て可能です。で、今リバーブのアマウントを LFO にアサインしました。で、マトリックスはマイナスの値も設定できます。まあ、こんな感じでマトリックスモジュレーションは簡単ですごく自由にモジュレーションの割り当てが可能なんで、
めちゃくちゃ楽しいですね。やっぱアトリアミニフリークの魅力って、まあ、デジタルオシレーターもそうなんですけど、このマトリックスモジュレーションのこの自由なルーティングも魅力の一つだと思います。まあ、本当にオリジナルのサウンドが鳴らせると思うんで、ぜひいろいろ設定して鳴らしてみてください。